皆さんこんにちは、コテラックフィルムへようこそ。今回はカプセルトイ、いわゆるガチャガチャのフィギュアを使ってコケテラリウムを作っていきます。はい、皆さんこんにちは。今日のコケテラリウムは、私の大好きなキャンプとガチャガチャとコケテラリウムのコラボとなっております。今までフィギュアをあまり私は使わなかったんですけれども、その理由ってフィギュアを使うとイメージが固定化してしまって、見る人の想像力を阻害してしまうっていう気がしていたので、フィギュアを積極的に使わなかったんですね。今回は今人気なんですけれども、動物キャンプっていうシリーズの第3弾のガチャガチャをやりましたので、それを使ってコケテラリウムを作っていこうと思っています。ではなぜ今回動物キャンプを使うかっていうと、このフィギュア可愛くないですか？可愛いんですよ。なのでこのフィギュアありきでコケテラリウムを作るっていうのも新しいテーマとしては面白いかなと思って今回作ることにしました。で、私はキャンプが好きでよくソロキャンプにも行ってますし、その情景を思い浮かべながらコケテラリウムにキャンプ場の雰囲気を醸し出してこのフィギュアを設置していこうと思います。では早速始めていきましょう。はい、今回使う容器はおなじみなんですけど、このダイソーのデコジャ、これを使っていきます。容器は一度洗ってきました。で、正面を決めていきましょう。まあそんなに気泡とかもないのでここにしましょうか。はい、じゃあベースソイルを入れていきます。今回はベースソイルを低いところで3センチぐらい、高いところで5センチぐらいにしました。で、奥に少しこう高くなるような形で平らにならします。じゃあソイルを少し濡らしていきます。で、今日はキャンプ場のイメージなんですけど、岩みたいなのがあると面白いかなと思って岩を設置します。どこがいいかな。で、いつも岩を入れると毛と土で固めたりするんですけども、そんな斜面でもないのでこのまま毛と土なんかは使わずに仕上げていきたいと思います。じゃあこの平らな部分ですね、ここにはやはり砂を使っていきましょうか。だいたい容器の半分ぐらいを化粧砂にしましたね。はい、では霧吹きでこの化粧砂をなじませておきましょうか。はい、ではここに苔を植えていきます。苔楽。今回使う苔はこちらになります。苔といっても今回は苔以外のものも使っていこうと思います。まずこれがシダ植物ですね。それからこれは峠芝で、こちらが苔になるんですけど、高野の万年草、それと細葉沖縄苔、この4種類で作っていきたいと思います。ベースソイルの深さを深くした理由っていうのが、この辺の植物を使おうと思ってたからでして、根入れが必要になってくるので、いつもの 2,3 センチだとちょっと少なすぎるかなっていうところですね。なので深く掘れるようにっていう意味でちょっと深めのベースソイルの深さにしました。じゃあまずシダ植物を植えていきましょうか。ここにちょっと穴を掘って、根っこをちょっとこうくるむような形 で、これはあんまりこの瓶の中で大きくなってほしくないっていうのもあるんですけど、ちょっと無理やりではあるんですが植え込んでいきます。で、シダ植物自体は山の中で苔と一緒に共存している植物なので、管理は苔と同じような感覚で全然問題ないです。ただやっぱり水を少し土に含ませるような形であげないといけないので、水分補給をいつものコケテラリウムよりは多めにやってあげた方がいいかと思います。で、次に峠芝ですね。コケの場合は根っこはないので植え込み深さが足らない場合は切ってしまえばいいんですけど、こういうシダとか峠芝とか植物になると根っこは重要な部分になってくるので、この根っこをなるべく傷つけないであげた方がいいと思います。たやすく切ってしまうと成長ができない状態になってしまいます。
まあ、こういう形で植え込みました。はい、次に高野の万年草を植えていきます。こう一時茎から2本の茎が出ておりますので、これをまず切り離していきます。この先端からもこう芽が出てますので、これから成長してもう1本茎が出てくる可能性もあるので、ここを傷めないように植えていきます。もう一本。はい、小屋の万年草も植え終わりました。はい、では最後に細葉置きなごきを植えていきます。ちょうどいい大きさぐらいに分解しながら置いていく感じで植えていきます。土がたくさんついている場合は削ぎ落としてから植えていきます。はい、今この裏の方にも苔を入れてきました。全体に苔を入れてきました。はい、これで今回のコケテラリウム作りは完了といたします。いかがだったでしょうか。まあ、フィギュアの世界観があると思うんですけれども、それを崩さずにですね、それに合ったような形でコケテラリウムを作っていくと、そのフィギュアがより生き生きとした表情を見せてくれるので、個人的にはありかなと思ってます。で、実はもう一回ガチャガチャやったらハリネズミバージョンが出ましたので、まあ、これも後で一緒に入れてもいいし、別のテラリウムを作ってもいいかなと思います。これもまたなかなかの可愛さを持ってますね。いいですね。皆さんもぜひフィギュアを使ったコケテラリウム作り挑戦してみてください。はい、ということで今回のコケテラリウム制作動画は以上となります。最後まで見ていただきありがとうございました。またいろいろ新しいアイデアを考えて、誰でもできるコケテラリウムの作り方をお伝えできるように日夜頑張っていきます。気に入っていただけましたら、チャンネル登録高評価ボタンをよろしくお願いします。またコメントもいただけると大変嬉しいです。では最後にテラリウムの完成動画をお届けいたします。次回またお会いしましょう。ありがとうございました。